こういう材料を解体屋で見つけて、ジャンク屋ので、で、あの別にこのために見つけたわけじゃないんですけど、昔行った時に、これ多分バンパーの中の補強かなんか、トラックかなんか、あのまあ乗用車かもわかんないですけど、で、なんか面白いかな、そのうち使おうかなと思って取っておいたんですけど、やっと使う時もちろん平板から作ってもいいんだけど、でもこういうのも面白いですよね、なんかそのたまたま見つけたものがここでまた新たな役目ができるっていう、バンパーとして生まれたのにマフラーにされてまた誰かの役に立つんですか、ね、たまに解体屋にそのなんか何かを探しにっていうわけじゃなくて行ったりするんですけど、その時にコロッと転がってて、で車屋さんに見せたら、これバンパーの後ろの補強だよなんですって、僕はちょっとその辺の部品はあんまり詳しくないんですけど、ただ材料としてまあこんなもちろん2本になってるわけじゃないですけど、1本でもこのぐらいの容量がないといい音が出ないんで、ここはやっぱすごく大事な、あの形ももちろん大事ですけど、音がすごいやっぱりオートバイは大切なんで、いい音が出るようにこう肉厚のある材料で、これがペラペラだともうキンキンでしょ、はい、このぐらいのやっぱり容量がないと力も出ない。ずいぶん長くやってるんで、なんとなくこんな音だろうなって想像がつくんですけど、まあでもちょっとうるさすぎたとか音が高すぎるとか、まあ多少はありますよね。で中の詰め物をして調節したりとか、口を少し小さくしたり大きくしたりぐらいのことはありますけど、まあでもこれが多分いい音がするんじゃないかと。
通で言えばこう下通してスッと流すか、まあ2本まとめて下でっていうのが多いんですけど、なんかこの V ツインとあとすごく伸びやかなホイールベースも長いし全長の長いバイクなんで、これをここを通すことによってもう少しそれが強調されて、なんていうかスマートなスラッとした感じになるんじゃないかと思ったんですけども、まあできてみないと分かんないですよね。明日から多分なんか外装を考えられる。こうやっぱり、ね、マフラーとかキャブがつくとイメージしやすいですよね。まあこう隠して。上から見るとすごくかっこいいですよね、このバイク。そうだよね、こうやって見たら。すごくいいですね。
なんかあんまりコネコネ考えすぎてあれこれやっても思いつきでやったものの方がかっこいいっていうことは多々ありますよね。どういうわけなんだろう。だから本当に思う間もなく手を動かした方がいいことも多いですね、僕の場合はね。普通はもうちょっとよく考える。そうするとこれに合わせて前を考えていかなきゃいけないし、まあ、今回は特にシートを先に作っちゃったんで、それがまた自分の首を絞めてますけど、それはそれで面白い。でも面白いですよね、これいつもと違う手順っていうのは。何しろこう作る過程を自分が楽しんでやらないと多分つまんないものが出来上がっちゃうんで、こうやって楽しんで作るっていうのはすごく大事なことだなと自分では思います。な、遊び道具なんで。